本日のゲストはクオンタムリープ株式会社代表取締役出井伸之さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。入社された時は何名ぐらいの会社ですか？2000人ぐらいでね、工場も含めれば社会の中ではもう結構勢いがあるぞって。いやそんなことない。まずなぜ入社されたのかも結構気になりますよ、なんでソニーに入ったかっていうと、まず半導体トランジスタっていうものに憧れてたのね。それってまだ早稲田と慶応でね、早慶戦で行った時に前持ってったのはミニチュアは真空管のラジオででかいかったわけね。それがある日もうちっちゃなトランジスタラジオを持っていけるようになって、これはなんだって僕が作ってるんだっていう、そこから。そうなんですね、それで知ったっていう、そっか。ソニーはトランジスタの結構生産も日本で半導体をやった初めての会社ですよ。それでラジオも作ったのも世界で2番目とか1番目とか。それって昭和何年ぐらい？昭和だから終戦の年だから46年とか。1946年そうだよ、だから僕が入ったのは1960年だから13年が経ってるんだよね。上場して1年目ぐらいだ。あ、そうなんですね、でもそのこう雰囲気はもうベンチャーの雰囲気はもう全然。でも全然だって一番初め早稲田の学生服着てね、で人事部長に会ったからもうちょっと偉い人にお会いできませんかって言ったらね、あ、どうぞどうぞとか言って社長と会長のところに連れて行かれてすごい、そんな会社だから。印象はどうでしたか？いやだけどあなた何したいんだねうちでって言うからさ、いや僕はソニーをヨーロッパで大きくします。当時はそういったこう世界に向けていろんなプロダクトを作ったりしてたんですか？もちろんそれソニーはね初めからグローバルを目指してたから、日本とアメリカが多かったんですよね。でヨーロッパはまだあんまり都みんな行ってなかったから、僕は全部逆行きたいから、文系の学生で理系の会社に行って、それからみんながアメリカ向いてる時にヨーロッパ行ったっていう。そのヨーロッパっていうのは何かあったんだろうね。いや僕はねずっとヨーロッパの EU の研究をしてたんでね、でヨーロッパが今後どうなるかななんていうのが好きでね、それで僕はねものすごくずうずうしくてね、ここで1年だけ働いたらね自費で大学に行くんで休職させてくださいってだからそれも OK で、だからすごい自由な雰囲気だったんじゃない？それでも OK っていう側はどういう感覚なんですかね？それって社長と会長が OK って言ってくれたんだから、それはやっぱりこいつ面白いぞみたいな。人事に言ったら怒られたかもしれない。そうですよね。それで1年入って、みんなどんなことやってるかって全部データを調べたわけ、どれぐらい英語ができるか、どういう専門知識がいるか、どういうことを全部調べて、そしたらその時にね僕はものすごく面白いところに気がついてね、野村証券とソニーでその時に成長するお金がないわけね。それでね ADR っていうね時価総額で日本の株はニューヨークに上場するっていうプロジェクトをやってたのでもその後ろに行ったらみんな英語で金融の話してるんだよね。これはこの会社は金融と技術を両方学ばなきゃだめだとその時思って、だからそれがだから要するにその頃株っていうのはね、50円株だったら50円で上場してたわけ、でアメリカの場合は ADR っていうのをやると時価総額で上場できてお金が集める。だから僕はソニーに入ってから10年間ぐらいずっとお金がないお金がないお金がない成長しきれない。言ってるんですか？だってどんどん伸びちゃうからなるほど。あ、伸びるからもうもっとしなきゃっていうのもあって。成長資金がない。ああ、そうなんですね。もうその創業の方とかまだ現場にも全然2000人でも来るんですか？いやだってほとんどがだってトランジスタの女性の行為みたいな人たちだから。研究はまあそんなに。研究開発とあと事務系のちっちゃな会社ですよね。あ、そうなんですね。でも売上だからそれでも売上70億ぐらいあったかな。70億ぐらいで創業者の方とかは伊深さんとかどういう方なんですか？いや伊深さんってのは本当に真面目なエンジニアで。で本当に僕はコンピューター事業部で日本語のねワードプロセッサー作ったと言って得意になってたら、アラビア語でやりなさいとか言われて冗談言ってる。そんな理由ないよ。そうですね、なんか結構ソニーっていうのは遊び心も感じるじゃないですか。あ、そうですね。それはやっぱりその創業者の空気感。ああ、そうですね。もう非常に自由な方で、もう理系とか文系とか何にもなかったね。僕だから初め文系だったからあんまり理系のことは起こらなかったけど、事業部長になった途端にね、もう本当に知らないなんて言わせなかった。ちゃんとまあ話ができるように。そうそうそう。あ、じゃあ結構苦労されたとかいろいろ言葉を覚えたりとかあったんですか？いや、苦労しました。だってエンジニアってさ、自分の専門しか知らないじゃない。ところが僕ほぼボディオ事業部でデジタルやって CD やったでしょ。でデジタルやってたらなぜかコンピューター事業部やれって言われて、その次にレーザーディスクやって、その次にビデオやったっていう。今思い出しても全然今との時代とは違うんですね。釈迦なんかもすごく楽しい歌でね。あ、楽しい歌を歌ってたんですね。30年の時のなんか記念の歌がね、僕フェイスブックでソニー大好きコミュニティでやってるんです。あ、そうなんですね。愛がすごい。僕は一人で始めてね、管理者は僕なんだけど、もう4000人超えてるんです。うわ、すごい。それ世界中でだよ。僕はね、その今の皆さんかわいそうだなと思うのはね、今の30代40代の人はそうだね、日本が一番いい時知らないんだよね。確かに私、今28歳なんですけど、バブル崩壊とともに生まれてきたんで。いや、そうでしょ。はい。だから僕なんかある意味ではさ、終戦で大連ってとこにいて、もう帰ってこれるかどうか分かんないっていうのでやっと帰ってこられて、でもうゼロから立ち上がったでしょ。だからそういう意味でコロナよりもひどい状態で、東京はだって全部焼け野原だし、だからそういうとこ見ればね、いいんだけど、それから日本はどんどん急成長したわけだよね。70年80年代90年代まではね、今もまあひどい状態かもしれないですけど、ここなんとかしてやるぞっていう、やってよくなっていくっていう感覚持てないじゃないですか。でも当時はもっとひどいのに。だってそれちっちゃかったんですよ。国も小さかったからね。GDP も低いし、そういうんで、あとは人口も、それからみんなが終戦終わってから子供をたくさん産んだんだよね。だからそういう意味で子供はたくさんできるし、どんどん街は良くなっていくし、そういう問題もイケイケだったんじゃないですか。確かに自由度が高そうですよね。街もこれから作っていこうみたいな。みんな東京に地方から働きに来てて、だからそういう意味ではものすごく自由で発展してってね、もう本当に。だってソニーはトランジスタの成長とともにラジオからテレビになって、白黒テレビからカラーになってビデオになって、だから耳と目だけで5兆円ぐらいの会社、今考えられないよね。時代も全体も攻めてるけど、他の会社よりもさらにソニーが強かった部分が相当あったと思うんです。いや、それはそうです。東芝だってパナソニックだって半導体でラジオ作るなんて考えつかなかったんだから。ああ、やっぱそこはもう大胆なところ。そうだから半導体の成長にソニーかけてたから、だからそういう意味でアメリカからライセンス買ってきて日本で作って、それを商品にしてどん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 広がっていったわけね。あとはその独特なブランドで遊び心っていう意味では、その森田さんの相当影響があったのかな。そうだね。だからソニーは僕が入ってくる東京通信工業かソニー株式会社になった途端とか、だからソニーって名前に変えなかったらこんなにグローバルな会社に、東京通信工業じゃない。確かに名前の印象も大きいんですね。だから森田さんがみんなが誰でも読めること、なんか発音もしやすいし、他の発音がなかなかないような言葉を選んだのがソニーなんじゃない。その森田さんもそういうセンスがすごいのにエンジニアではあったんですか。だからあの人は物理のエンジニアだったと思うんだよね。だからそういう意味では広いっていうかね。本とかも拝見して、その森田さんと結構テニスやったりとか、なんかすごい。僕はだからなんていうのかな、どうなんだろうな。だから森田さんがゴルフやるときとか、テニスやるときちょうどいいぐらい下手だった。僕はだから30いくつの時に森さんに誘われてフランスの5大シャトー巡りをやったっていう。でも本当遊び仲間みたいな。遊び仲間でもあり、テニス仲間でもあり、その仕事になるとバチッと怖くなるから、それはまた違うんですけど。仕事でそのもう言い合いとかそういうことはもう全然。いや、反対意見は僕はずっと常に反対意見を出すタイプだったんですか。だから僕の社長になる直前の大川さんっていうのに呼ばれて、こういうアイディアどうだろうって言われたから、もう面倒くさいからそれいいんじゃないですかって言って、すごい怒られて、君を呼んだのはもっと言ってほしかったけど、そうだったのかみたいな。だから僕はソニーの中でノーってことを言うんで有名だったんじゃないかな。あ、そうなんですよ。全国のエンジニアの声を集めて面白いことをやってきます。チャンネル登録お願いします。